ご質問による回答です。ドラッグできないファミリーについて、建設のアナザーです。どうぞよろしくお願いします。90日チャレンジでいただいたご質問に対する回答の動画となってございます。はい、ファミリーの中にパーツを使用する際、ドラッグできない場合ってどのように使用できるんでしょうか。だから例えばプロファイルだったりとかいうものはですね、もう一個ないとスイープとかですね、ないと選択は当然できないとか、あとタグもそうですね、そのままできないという場合っていうところがあるっていう感じですかね。はい、ご質問ありがとう存じました。登録されてるのにドラッグできないっていう意味だとちょっと把握しています。はい、ポイントだけですね、ご説明したいかと思います。先ほどもちょっとお話をしたんですけど、プロファイルっていうのは線上のものなんです。 3D の体型のものではないんです。この人たち形とかそういったものはですね、ドラッグできないというものがあります。またそのファミリーが配置できないもの、例えば、壁がないのにドアとか窓とかファミリーをですね、パーツ使用できないというものもあります。なので、どの場所でどういうふうに使いたいかっていうのがないと、簡単にですね、ファミリーのパーツっていうところが使用できない場合がありますので、そこはですね、ちょっとご確認いただく必要が出てきます。また、このパーツっていう言い方をするとちょっと広くなってしまうんですが、例えば建築のテンプレートの中に設備のメップで使うファミリーを入れても表記できません。それは表示の中のですね、レビットの方にちょっといきますが、レビットの中のですね、それぞれのビューにございます。表示のここ表示グラフィックスの中でチェックが入っていないため表示ができないというものもありますので、一概にドラッグできないっていうところの中にもしかしたら入ってるけど見えないっていうのがあるかもしれません。でここをチェックして選択しても見えない場合は、ここですね、一時表示が非表示になっている、今だとここ赤いところってなってますけど、ここが非表示になってるから見えないんだよねっていうところになってしまうというところがございますので、そちらもですね、合わせて見ていただければと思っています。いかがでしたか。作成方法がわからない、操作が不明の場合にはいつでもお話しいただければと思います。アナザーは頑張るあなたを応援しています。ではまたねー。